こんにちは、渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2020年3月22日です。はい、こちらの記事なんですけれども、これもちょっとある LINE グループの方で共有していただきまして、日本語で、ね、機械的に翻訳することもできるんですが、それでもほぼ意味は分かると思うんですが、ちょっと若干ね、分かりづらいところ、文の構造がね、ちょっと複雑になってきますと、ちょっとね、分かりづらいところもあるかなと思いまして、まず限定公開としてこちらの方を翻訳させていただきました。で、私もとてもね、興味が持てる内容でしたし、やっぱりコロナに関することていうか、コロナにがっつり関係してるんですけども、そういった内容がありますので、これをシェアさせていただきたいと思いました。で、コアマースという言葉が出てきます。このマースっていうのはモビリティアザサービスで、公共の交通機関、鉄道とかバス、タクシー、そういうものをこの複合一貫輸送として提供するモビリティアザサービスというものをヨモブという会社が、開発しています。で、そのヨモブは、暗号資産でいうとセントラリティのバックアップを、ね、受けている会社の一つです。で、それがコアマースという言葉になって登場しているんですが、このコアっていうのがいわゆるコロナに関係する言葉になってくるわけですね。で、ソーシャルディスタンシングモビリティプラットフォームと言っていますけれども、こちらの方をちょっと早速中身に入っていきたいと思います。なんか社会的距離を取るって言ってましたけど、この社会的な距離っていうのもね、ちょっとこの文脈の中から、こういう感じの概念なのかなというふうに感じ取っていただければと思います。この記事はですね、スコット・シェパードさんは、ヨモブの最高経営責任者の方ですね。この方が書いた記事になっています。3月19日付の記事です。で、記事はこのように続いています。それほどね、長くはないので、よろしければお付き合いください。ということでですね、早速中身に入っていきましょう。では、こちらの記事になります。はい、コアマースですね。コアマースっていうのは、ちょっと無理やり日本語に訳しますと、コロナウイルスに柔軟対応するサービスとしてのモビリティということです。社会的距離を取るモビリティプラットフォームということですね。で、3月19日付の記事になっています。はい、では中身に入っていきましょう。コロナウイルスのパンデミックは、私たちの日常生活のあらゆる側面に影響を及ぼしつつ、グローバルな課題として急速にその姿を示しました。このパンデミックに関する最も深刻な分野の一つとして挙げられるのが、都市部のモビリティという側面です。現在1時間ごとに施行されている制限措置は、私たちの地区、都市、地域間の移動手段を抜本的に変えつつあります。このような制限措置は、社会的距離の公衆衛生政策に基づくものです。社会的距離を取ることによって、新たなウイルス事例の発生に関する曲線の平坦化の管理を向上させ、拡散するまでの時間を長引かせることが可能であることが証明されています。こうすることによって、病院や公衆衛生施設が既存の事例も新規の事例も慎重に負担を管理しですね、こうすることによって、病院や公衆衛生施設が既存の事例も新規の事例も慎重に負担を管理し、そのキャパシティを超えることがないようにすることができます。つまり、今こっち行ったらもうすごい混雑してますよとか、感染しやすくなってますよとか、そういうことを避けるというわけですね。それで、事前にどこに行ったらいいかということを示すことによって、病院とか公衆衛生施設、保健所とかですね、がそのキャパシティを超えて人を収容することがないようにっていう、そういうことが考えられているのだと思います。で、この社会的距離が、このパンデミックの管理に関する地方、地域、国および EU の政策に対して重要な側面を担うことを鑑みると、都市部のモビリティの移動と分散化の支援を向上させるツールや技術が必要になります。これ、ヨーロッパを中心に話されているんですね。これはスペインの、ちょっと待ってください。スペイン・バルセロナを拠点にするスタートアップヨモブですので、スペイン・バルセロナを拠点にしているということは、ヨーロッパ大陸を中心に見ている、マースというサービスになりますね。なので、EU と出てくるわけです。はい、そうですね。で、これを、あ、で、この政策に対して重要な側面を担うことを考えると、都市部のモビリティの移動と分散化の支援を向上させるツールや技術が必要になります。これね、即東京でも必要かなと思わされますよね。思いますね。電動自転車、電動スクーターなど個人用の電動車両は、長い間経済的、環境的利点が謳われてきました。しかし、現在はこの種の車両がコロナウイルスの感染や拡散から通勤者を守るもう一つの選択肢として、どのように効果的に採用されているかが分かってきています。
コロナウイルスが世界中に急速に蔓延する根底となる大きな要因の一つに、狭い場所に詰め込まれた人々の間で拡散され、数日後に症状が現れることの多いウイルスの能力が挙げられます。このため、定員を超える都市バスや地下鉄車両などの混雑した公共の空間を避けることが一般的な推奨事項となっています。これはね、もうほとんどの方ご存知の通りですね。多くの通勤者はすでに自動自転車、自動スクーターなどの超小型モビリティという選択肢の利点を発見してからというもの、数年間は公共交通手段という形態での移動を絶っており、コロナウイルスの拡散を恐れるそれ以外の旅行者は、現在このような便利な交通手段の選択肢を見出しつつあります。ヨモブによって開発され、エンハンスト EIC アクセラレーターパイロットって、もう横文字ばっかりですけど、次に並ぶのは SME インストゥルメントフェーズ2と書いてありますけれども、これを固有名詞なんでこのまま挙げましたが、無理やり日本語に訳しますと、欧州イノベーション評議会強化アクセラレーターパイロットという、プログラムですよね。で、括弧中小企業支援プログラム第2期という、このプロジェクトのための緊急招集の一環として、ファクチュアル社と提携して提出したコアマース、コロナウイルスに柔軟対応するサービスとしてのモビリティ、これも固有名詞としてね、ちょっとこのようにだだっと、もう読んでるとちょっとわけわかんなくなるので、ちょっとそこは割愛しますけれども、コロナウイルスに柔軟対応するサービスとしてのモビリティプロジェクトは、利用可能なモビリティサービスプロバイダー MSP、公共交通手段タクシーなど、ヨーロッパ大陸内の多数の都市や地域をまたぐモビリティサービスを統合する SDK ベースのオープンミドルウェアプラットフォームを開発することを提案するものですということですね。それが、そういう提案をしているのがこのコアマースですよということです。で、ここで1社、ファクチュアル社っていうのが出てくるんですけれども、これ何なのかなってちょっと調べてきたら、ポロッと面白い記事が出てきたんですね。それがこの2019年11月のに書かれた記事だったんですけども、ファクチュアル、三井物産との資本業務提携により、位置情報を活用したマーケティングプラットフォームの日本での提供開始ということで、位置情報を活用したマーケティングプラットフォームを提供するファクチャルインク、これはカリフォルニア州の会社ですね、と三井物産との資本業務提携を通じてと言ってますね、日本市場に参入いたしますということで、ここでもちょっとね、面白いつながりが出てくるわけですよね。このようにセントラリティの周辺を探ってると、なんかね、と思うような情報が出てくるんです。ここでもつながりがみたいなね、誰が聞いても分かるような有名企業とのつながりっていうのがね、浮かび上がってくることがあるんで、ちょっとね、面白いなと個人的に思っています。で、じゃあ次に行きましょう。で、このプラットフォームは、ユーザーが優先すべきパラメータとして、社会的距離を最適化するため、厳選した地理環境の範囲内でということですね。利用可能なモビリティオプションを選ぶことができる複合一貫輸送ルートのアルゴリズムを提供します。例えば、ユーザーが自宅から地元の薬局や銀行など差し支えない目的地へと移動しようとする場合、社会的距離と感染の可能性との兼ね合いから最も影響を受けにくいという根拠に基づいて、適切なモビリティオプションが表示されます。そのプラットフォーム内で、今現在、政策に基づいてアクセスが許可されている目的地をあらかじめ選択することができます。で、これね、だから行ってから、混んでるとか、ここじゃ感染しそうとかね、そういうことに怯えずに、もう最初から目的地を表示してくれるので、非常に安心ですしね、使いやすい、混雑を避けることができるということですね。で、コアマースは、ユーザーが許可可能なパラメータ内で動いていること、また、医療施設や薬局、食料品店など必要なサービスにアクセスできることに確信が持てる安全で信頼できる方法を提供します。社会、公衆衛生、環境への影響について、コアマースプロジェクトに関する身近な影響を明確に示すことができます。コアマースプロジェクトは、ヨモブの既存のコアテクノロジーを活用し、社会的距離がコロナウイルス感染の曲線を平坦化するよう促す共有モビリティのオープンプラットフォームを提供することによって、公共機関などの主要な利害関係者らが住民にさらに良い情報を提供し、安全な移動形態を実現できるよう努めますということです。これ結構ね、急務ですよね。コロナに対応するとあって、やっぱりすぐにでもね、欲しい技術になってきますし、前回もね、そのような中小企業とかスタートアップ企業、そういう技術を提供できるね、企業を募って
出資するといったプログラムのお話もしましたけれども、そこともこう深く結びついてきますね。で、コアマースは人々が自身に必要な移動行動の際、直接オープンにアクセスし、可視化し、確信が持てるようにしてくれます。これによって許容可能な目的地への特別な移動ルートを示すシームレスで直感的なアプリケーションの中でオプションが提供され、安全な社会的距離が保証されます。テクノロジーによってコアマースのようなソリューションが社会の改善を目指して、公共交通手段や共有モビリティプロバイダーをしっかりと連合、あ、ごめんなさい、しっかりと、統合させた複合一貫輸送アルゴリズムを活用し、対象地点や目的地を優先させつつ、公衆衛生を促進し、コロナウイルスパンデミックに関する影響を軽減する安全なモビリティオプションにつなげますということですね。で、その下にスコット・シェパード氏はヨモブの最高経営責任者ですということで、なんかちょっとリンクが貼ってありまして、このような記事がね、リンクが貼ってあって紹介されていました。ヨモブの、概要を説明する、記事ですね。で、そこに書かれていた一部の文章がこちらです。ヨモブ、インターネット・モビリティということで、インターネット・ティングスという言葉がありますけど、それをちょっともじった感じで、さまざまな移動手段をつなぐ、インターネットでつなぐ、マースはいわば IoT ならぬ IOM、インターネット・オフ・モビリティでありというふうに書いてあります。で、創業者のボイド・コーエン氏は、速さや安さだけでなく、快適さや確実さといったニーズに応じた適切な方法が提案できる、コンシェルジュのようなサービスを目指すということを言っています。本当にこれね、早急に求められているサービスだと思うんですけど、このコロナに対応できるとなればね、そのように感じますね。で、こちらの、会社の説明の一部として、都市部のモビリティ産業は数兆ドル市場であり、数兆ドル市場であり、急速な変化を遂げつつあります。ヨモブはこのシステムの中で新たな方法での問題解決に取り組み、人々や企業を援助し、あるいは支援しですね、競争の先を行き、規制を予測し、顧客のニーズを超える提供を目指しますというふうに、謳っております。ということで、いかがでしたでしょうか。ちょっともう、私お腹いっぱいになりましたので、この辺で失礼させていただきます。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。